いや悪くないですよ、全然好きな町なんで、観光っていう観光で来るのとはだいぶ気分違いますけど、もちろん緊張感がありますけど。今回僕がの方が沖縄に来て、ウーアさんの方が東京に来てライブやるっていうのは、これちょうど形が真逆、あらゆることが真逆なんだけど、渋谷にウーアさんが来る時っていうのはやっぱり相当な覚悟で、震災後初のライブで、まあ我々一緒にできることを本当に誇りに思いますけど。久しぶりですよね、本当にね。いや、めちゃくちゃ楽しみです。はい、結構もう会わない前からむっちゃこう感じてますね、あの気を。はい、あ、飛行機に乗ってきてるなみたいな。光栄ですけど、何もそれは私がそのように意図したわけではないというか、そういうのはまさしく奄美でいうと神の引き合わし、ムロティって言って、全てがこう、まあ、出会いとか、まあ、結びっていうものだっていう風にして捉えたいというかね。イエーイ、何のことテレビが一番。はい、はい、こんばんは、ジャズミュージシャンの菊池成吉です。ジャズウィーク東京2014、にですね、去年に引き続きまして、私参加させていただきます。今回の、演目というか出し物は、実に8年ぶりにですね、歌手のウーアさんと、キュアジャズという、これはアルバムの名前なんですけども、8年前に出した、アルバムのリユニオン再開コンサートということで出演させていただきます。キュアジャズは非常にうまくいったコラボレーション企画の一つで、 1+1 が、2000ぐらいになったような感じで、ウーアさんのファンからも非常にご好評いただきましたし、多くのジャズボーカルのファンで、ウーアさんを知らないといったような、ジャズファンも、大変評価を、高い評価をいただいた、アルバムです。でその間、そもそもキュアジャズのアルバムリリース時にはワンツアーだけという条件で、それ以降やっていませんで、歌姫ウーア3年ぶりの東京公演が実現。ウェイン・ショーターほか豪華出演陣、ジャズウィー東京2014、4月3日から文化村オーチャードホール。実に8年経ってまして、8年というのは結構もうちょっとで10年ということですから、オフステージプライベートでも、いろんなことがあって、ウーアさんとは、不義理をしていたというか、全然会ってなかったんですね。で途中でご存知の通り、例の311が、くしくも彼女の誕生日ですけども、ありまして、それ以降彼女は、沖縄、ここ沖縄ですねに、越してしまい、なおさら会う機会がなくなり、今回、この企画のリハーサルのために、我々バンド一同が沖縄に飛ぶという形になりまして、で8年ぶりにウーアさんと再会して、まあ、文字通りのリユニオンを果たしまして、で、まあ、お互いちょっとどんな感じになってるのかなっていうのは全然予想もつけませんし、派手です
ね、なるさんね。そうっすか。なんかいそうじゃないですか。小座に。小座にいそうな感じ。香織さんもおかわりなく。そうですか、ね。若返りましたね、なんか。え、ほんですか。はい。あ、嬉しいですけど、そんなことないんですよ。全然。8年ぶりで会うと。で、まあ年齢も年齢に、8つ年食ってるわけですし、お子さんも3人育ててるわけなので、こう相当なおっかさんになってるのかなと思って会ったんですよ。だから第一印象としては、まあ、びっくりしたんですけど、若返ったなっていう。だびっくりしちゃった最初、うん、可愛くなっちゃってるんで。ここら辺はいろんな女性の方に、こう見ている女性の方の共感で思って迎えられるかもしれませんけども、こっち好きなところに住んでるってのもありますけど、これは良くも悪くもですけど、苦しい、毒々しいようなところは、すっかりこう綺麗に、まあやっぱりネイチャーってすごいなと思いましたけど、それが彼女の目的でもあったと思うんですが、何か巫女みたいなこうトランスする、歌ってるとぐわーっとこう自分でも止まんなくなってしまうような、苦しさは、取れてましたね。リハーサルで抜いてるだけかもしれないけど、本番になったらまた苦しくなるのかもしれないですけど、ただまあ佇まいからも消えてたんで、うん、馬に乗ってるんですよ最近。それが若返りのちょっとまだ序の口なんですけど、ね、ようやく3年になってちょっとリズムを掴んできたんですけれども、平日は私は馬に乗るようにしています。月火と水はお馬がお休みで、木金子供が子供園も付属というかあって、みんなでまあ馬に乗ってお世話して、ロバに乗ったりとか、ヤギのお手入れとか、まあお手玉したりとか、まあいろいろやるんですけど、いや非常に愉快ですよ。バーでお酒飲む BGM だとか、そういうこと、あるいはもしくはものすごい崇高な芸術とか、そういうことじゃなくて、今生きてる人の誰でもこう球は注意していくんだっていうのが、まあ始まりですよね。ただ社会情勢だけ切ってみると、まあそもそもすごい平和で、震災もなく、ヘイトスピーチも、まあ経済的にも豊かで、なんかとてもこう今よりもゆったりしてたとしても、やっぱり人は生きてる限り絶対救われないので、治癒は必要だと思うんです。今挙げたいくつかのファクターがこの国にはもう8年間の間にのしかかってるんで、その今音楽を聴いて治癒されたいと思う感じっていうのは何倍になったか分かんないですけど、単純比率で100倍ぐらいになってるんじゃないかと思うんですよね。いや、当時はキュアなんて意識してる余裕は全くないです。今は今キュアといえば自分ですね。もう自分のこの何日間かをすごいこうね、忍者の気持ちで心にね刃をこう乗せて、いつもギリギリのそう、まさしくだからキュアウーアなんですね。キュアウーアってダサいですね。なんとかパミパミぐらいの、キュアウーアパフパフぐらいの感じで。今日なりに燃え尽きました。帰ります。良い子の皆さん。
早く寝ましょうね。じゃあ皆さん泡盛飲んで酔っ払ってください。なんていうんですかね、あらゆる意味で、やった感じは良いので、これはもう提灯とか宣伝とかではなく、非常に音楽的に8年前も良かったですけど、さらに8年後もいいなっていうのはとても素晴らしいことだという思いを、胸にしつつ、今リハーサルを終えまして、明日、沖縄のプレ本番っていうのがあるんですけども、そちらに、そのライブを経て、東京オーチャードホールでやりますので、ぜひ、東京の皆さん、まあ、東京と言わず全国からですね、お楽しみにしていただきたいと思います。歌姫ウーア3年ぶりの東京公演が実現。ウェイン・ショーターほか豪華出演陣、ジャズウィー東京2014、4月3日から文化村オーチャードホール。この後、皆様には、沖縄でのライブ、プレ、ライブですね、東京のね、キュアジャズのライブをお見せしたいと思ってますが、その前に、ジャズウィーク東京2014のですね、豪華アーティストから、メッセージが届いておりますので、そちらをご覧ください。あんまり僕はジャンルにこだわってないですけども、まあ、基本的にはロックだと思われてるんで、まあ、呼んでいただいたんで本当にいいのかなと思ってジャズウィークっていうことでスペシャルなイベントなんで、普段とは違うアプローチで、みんながもうやめてくれっていうぐらいソロ弾いてやろうかなって思ってますけどねお前逆やんかって言われるなジャズウィーク、場違いなような気もしますけども、まあ逆にですね、転校生のようにですね、暴れるというか、まあいいギターを聴かせればいいと思っているので、ぜひお越しください。さんと打ち合わせを しまして、もちろんイパネマの娘もぜひやりたいですねっていうことで、ダニエル・ジョビンとはコンサートでも何回も一緒にやっていますので、そんな時に演奏した曲だとかボニータとか、まあ、候補にいろいろありますけれども、今は秘密にしておきます今回リー・リトナーさん、デイビッド・グルーシンさん、そしてジョビンファミリーとの本当に思い出に残る、素晴らしいコンサートとなりますので、ぜひ遊びに来てください。 I had a few But then again The few to mention I did日々毎日皆さんと一緒に生きてるから、違う歌が歌えますね、同じ歌でも。それをそのジャズウィークの時はどんな風な私があるのかなと、皆さんもどんな風な皆さんが来はんのかなと、日々の出会いがその日の音楽だと思います。男前がようさん来たらええのになは思いますけどね。
ール A ホールですけどね、皆さん座ってなかったらただの入れ物ですわ。皆さんでいっぱいにしてください。お楽しみに。ありがとうございます。綾野千恵でした。あのジャズ界のもうレジェンドですね、ウェイン・ショーターカルテットが去年とは別に今年は完全なメンバーブライアン・ブレードドラムも来日を果たした、パーフェクトなメンバーで、来日します。これ大変なことだと思いますけども、なんとメッセージが届いているようです。Now we are very anxious to be in Tokyo with the band, but this time Brian Blade will be performing with us at the Jazz Week Tokyo 2014, and we hope everyone will enjoy themselves and take chances with us.伝説のジャズの巨人ウェイン・ショーター待望の来日、80歳記念スペシャルコンサート、4月14、15文化村オーチャードホール、ジャズウィーク東京2014で検索。はい、というわけでただいま、特別電話予約受付中です。ここに、そんなことないですね、ここに、はい、こちらに出ます。はい、まあ、全部見ていただいてですね、はい、一つ残らず、見ていただきたく、よろしくお願いします。ぜひお越しください。歌姫ウーア3年ぶりの東京公演が実現。ウェイン・ショーターほか豪華出演陣、 Jazz Week Tokyo 2014、 4月3日から文化村オーチャードホール。いただきます。今日はとにかくもうオープン、自分の中でオープン1回しないとわからないので、その後でまた渋谷の対策は練ります。まあウーアさんのコンディションというか、このキュアジャズの歌を、人前で1回やって自分でこう落ち着くっていう時間でもあると思うんですよね。感じになってますね。いい感じになるかと思いますね。はい、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、やばいと言われて嬉しいです。すいません、もう頑張りますから期待してください。あ、期待してください。はい、はい。